これより会議を開きます。内閣提出防衛省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際お諮りいたします。本案審査のため本日政府参考人として内閣官房内閣審議官吉川哲司君、内閣官房内閣審議官小柳誠二君、外務省大臣官房参事官池上正樹君、外務省北米局長神戸康弘君、防衛省大臣官房政策立案総括審議官石川剛君、防衛省大臣官房サイバーセキュリティ情報化審議官上田浩二君、防衛省防衛政策局長増田和夫君、防衛省整備計画局長川島隆樹君、防衛省人事教育局長町田和人君、防衛省地方協力局長深澤正樹君、防衛省統合幕僚監部総括官大和太郎君、防衛装備庁装備政策部長万波学君、防衛装備庁調達管理部長森拓夫君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。よし。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。小泉進次郎君。おはようございます。今日は防衛省の設置法の改正ということで、法案質疑15分間いただきました。ありがとうございます。15分という短い時間ですから早速、本論に入っていきたいと思います。まずこの防衛省の設置法の改正はですね、今回歴史的な政府の3文書、この防衛3文書を受けてですね、特に私の地元の横須賀は防衛の町として歴史を持っている町でありますが、全国の中でも特にこの3文書による影響や変化というものが分かりやすい地域になっています。でその筆頭がですね、今回設置法の中でも位置づけられているサイバー防衛隊の増員をはじめとするサイバーセキュリティの防衛人材、この育成の拠点に横須賀がなっていくということです。でこの一つがですね、日本の中で今自衛隊の高校というのは横須賀の中の竹山駐屯地の中にある陸上自衛隊の高等工科学校で、先日卒業式が行われまして、大臣が毎年出席をしてくれるわけではない卒業式に久しぶりに小野寺大臣以来浜田防衛大臣にご出席をいただきました。おそらく大臣と事務次官ともにご出席をいただいた卒業式は初めてだと思います。まずは浜田防衛大臣からその卒業式に出られたご感想があれば受け止めを聞かせていただければと思います。浜田防衛大臣。小泉にもご出席をいただいておったわけでございますけれども、この陸上自衛隊高等工科学校の卒業式に初めて出席をさせていただきました。新型コロナのによってですね、大変大きな影響を受けた3年間を過ごした人生においても最も活力あふれた時期に共に乗り越えた生徒たちがですね、若き陸上自衛官として巣立っていく姿は大変強く心を打つものでがありました。高等工科学校はその陸海空共同化共学化が防衛力整備計画に明記されている通り、政府としても優秀な人材の早期確保の上で重要な学校として位置づけております。こうした中、防衛大臣が高等工科学校の卒業式に今後とも出席をして生徒の前途を激励することがですね、非常に重要だと考えております。私の思いも今後も防衛省として引き続きですね、
これはつなげていっていただきたいというふうに考えております。大変感動的な卒業式でありまして、本当に高校生この一番こう多感な時期をですね、3年間寮生活で、ましてやコロナで家に帰れないというようなですね状況の中で、その間に培ってきた友情というのをですね、まあ学生の当時のにあたって述べられた生徒代表のですね思いがですね弾け飛んでいて、我々に対してまた清々しく、また凛々しくですね、大変映ったことが印象的でありました。やはり我々こういう若い自衛官がこれから巣立っていくにあたって、防衛大臣がやはりそれに接することによってですね、このトップに立つことの意義、そして責任というものをですね、実感するためにもですね、やはり大臣が今後とも引き続きですね、この卒業式に出席するということにですね、大変大きな意義があるというふうに思っておるところであります。今後ともしっかりと告げさせたいというふうに思っております。小泉君、ありがとうございます。今大臣からはこれを大臣が出席することを通例にしていくという思いを持って防衛省につないでいくって話がありましたから、これは町田防衛局長ですかね、今の大臣の思いをあの時の大臣の個人的思いですということにせずにですね、今後省として、大臣にご出席いただけるように答弁で確認したいと思います。お願いします。町田人事教育局長。お答えいたします。ただいま大臣が答弁差し上げました通り、防衛省として今後の高等工科学校への卒業式、これを防衛大学校、それから防衛科学大学校と同様に大臣のご出席をいただくように定例通例化してまいる、そのようにしてまいります。小泉君、ありがとうございます。私がこれを言う理由は、まさに今町田局長が言及をされた防衛大学校、これ実は今週末の卒業式で、横須賀にとってはですね、先日の先週末の高等工科学校の卒業式に加えて、総理大臣と防衛大臣が毎年必ず卒業式に出席をされる唯一の学校が防衛大学校です。ただ防衛大学校は重要でありますが、幹部自衛官を育成する、しかしこの陸上自衛隊の高等工科の方はいざという時の最前線の部隊の方に行くものですから、やはりこの両面について大臣からの思いを伝えていただくというのは非常に大事だと思っています。本当にありがとうございます。でちなみにこの高等工科は3年生がサイバーセキュリティの専修コースで今学んでいます。そして今回3文書におきましては、この高等工科学校がサイバーの人材育成に加えまして、歴史ある男子校が男女共学にこれから変わることも明記されて、しかも陸上自衛隊の高校ではなく陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、この3自衛隊共同の学校にも変わるということが明記をされました。これはあまり世の中では注目されていない3文書の中の記述かもしれませんが、地元にとっては大きな衝撃です。でこういった中でこれから現場をこの3文書に基づいて形にしていく、そして思いを一つに現場がしっかりそこに向かって走っていくことは極めて重要なことでありますので、この高等工科の改編、そして陸上自衛隊の通信学校も横須賀にありますが、これも来年サイバー学校に変わります。そして防大もこれからサイバーセキュリティのリテラシー教育を強化をするという、かなりこの横須賀の中でのサイバーっていうものが一体的に動いていくので、ぜひそこら辺を含めまして大臣として今後防衛省としてどのようにこの作業を進めておかれるのか、お話しいただければと思います。浜田大臣。サイバー領域における脅威が日々高度化、巧妙化する中で、防衛省自衛隊のサイバー防衛力の向上は喫緊の課題であります。このため、防衛力整備計画のもと、サイバー関連部隊を令和4年度末時点の約890人から2027年度を目途に約4000人の体制に拡充することとしております。
本国会にて審議いただく防衛省設置法の改正においては、サイバー領域の強化として、共同の部隊である自衛隊サイバー防衛隊について、陸海空自衛隊から所要の定数を振り返ることにより、約140名の自衛官のを増員いたします。この自衛隊サイバー部隊の増員も含め、令和5年度においては、自衛隊全体のサイバー関連部隊の要員を令和4年度末時点の約890人から4000人の半数以上にあたる約2230人に増員することとしております。また令和5年度予算案においては常時継続的にリスクを管理する枠組みの導入、装備品や施設インフラを含む情報システムの防護体制の強化、各種学校における教育の拡充や部外力の活用等によるサイバー分野における教育研究機能の強化、サイバー関連部隊の体制拡充等によるサイバー防衛体制の抜本的強化、防衛産業におけるサイバーセキュリティの強化に関わる事業を計上をさせていただいております。このように各種取り組みを令和6年度以降も着実に実施し、防衛省自衛隊のサイバー防衛能力の抜本的強化に取り組んでまいりたいというふうに考えております。小泉君。先ほど町田局長からは高等工科に対する大臣の出席の通例化の話ありましたけれども、高等工科はですね、男女共学と共同化という極めて大きな転換をしていくことになっていますが、これはスケジュールとしてはどのような形で進めていかれるのか、答弁いただければと思います。はい、町田人事教育局長。お答えいたします。少子化による募集対象者人口の急速な減少という厳しい募集環境の中、防衛力の抜本的強化の中核となる優秀な人材を可能な限り早期にかつ幅広く確保する観点から、令和9年度までに陸海空共同化および男女共学化に向けた体制を整備いたします。防衛力整備計画に基づき、委員ご指摘の性別やそれから年齢、ご指摘いただいておりますけれども、こういった点を含めて高等工科学校の在り方について検討を加速してまいります。小泉君。令和9年度までに体制を整えるということは、令和10年度に新たに女子学生も含めて入学をする、そういうことでよろしいですか。町田局長。お答えいたします。防衛省としては令和9年度末に新たな体制を整備し、翌年度以降速やかに生徒の受け入れを行い、必要な教育を実施していくことが重要と考えております。今後関係先との調整を鋭意進めてまいる考えでございます。以上。小泉君。はい、それでは令和10年度以降ですね、新たに男子校の全寮制の歴史ある学校が男女共学で共同化ということになっていくわけです。これはですね、年齢も性別もとらわれず、優秀な人材がこの学校に入ってくれるような体制を整えてほしいと思いますし、地域は今までも実は横須賀の町内会がですね、この生徒たちを民泊という形で受け入れて共に生活をする経験を生徒たちに持ってもらうということも経験があります。ぜひこういう地域一体となってですね、今後の自衛隊の次世代の現場を担う者たちを育てていくということにも意を持っていただきたいと思います。次にですね、この法案と直接関係するところではないんですが、ちょっと一言今日外務省にも来ていただいているので触れておきたいと思います。それは最近の WBC の陰に隠れがちでありますが、日本にとっては極めて重要かつ、外務省を含め政府の中で国会の制約がありながら、そして世界の中では考えられない首相同棲という、この首相の行動がここまでメディアで報じられるという難しい環境の中で、電撃訪問と言われるウクライナ訪問を実現をしたこの努力に対してですね、まず外務省を含め政府の皆さんに心から敬意を表したいと、そして
まあ、国会報告が衆議院は明日です。そして27日は参議院での国会報告だと聞いていますが、これはまあ政府の問題ではなく国会の問題ですから我々が取り組まなければいけないことですが、これも世界各国で同じ報告を両院で総理の時間を数時間使ってやるということは私は変えなければいけないことだと思います。でこういった中で実際に総理のこの安全を確保しながらのこの実現というのは極めて難しい作業だったと思います。今後政治でも検証しなければいけないことは多々あると思いますが、携われた外務省の今日は池上大臣官房参事官に来ていただいてますが、現場としてご苦労されたこともあったのではないかと推察しますが、そこら辺でどんなご苦労があったかお話しできる範囲で構いませんので一言触れていただければと思います。はい、池上大臣官房参事官。お答え申し上げます。今回3月21日に岸田総理がウクライナを訪問したわけでございますけれども、今回の訪問は今後日本としてウクライナ情勢に対応していく上でも、また G7 議長国として G7 の対応を主導していくという観点からも非常に有意義なものであったと考えております。他方委員ご指摘の通り、今次訪問にあたりましては戦時下にある国を訪問するという観点から秘密保全安全対策、それから危機管理面等々において異論のないよう最適な方法を総合的に検討する必要がございました。そのためこれらのいずれの点につきましても通常の外国訪問とは大きく異なる形で準備を進めることとなりました。詳細については申し上げられない点も多々ありますが、安全対策に万全を期しつつも前例によらない対応が求められたというところは政府にとって非常に大きな挑戦であったというふうに認識しております。小泉君。聞くところによりますと、明日の国会報告や来週に向けてですね、このオペレーションに携わった職員の皆さん、答弁作戦にも寝ずに対応している、この負荷がかかっていると聞いています。こういったことも我々国会がですね、しっかりと向き合ってダイナミックな外交が展開されている時代にダイナミックな動きができるような環境を整えていくこと、この必要性を感じます。またもう質問時間が終了してますから、これは神戸北米局長に申し上げていただきますけれども、先日国民民主党の斉藤アレックス議員もこの場で質問で触れられましたが、アメリカの CSIS の日本部長クリストファー・ジョンストン部長から同盟強靭化予算の見直しが提起されました。こういったことは私も極めて重要だと思っていて、これこそですね、今後新たな日米同盟と新たな安全保障環境の中で我々政治側からもどのような2027年に向けた見直しに向けた議論をしていくかというのが大事だと思いますので、ぜひこういったテーマもですね、合わせて外交でやるべきこといっぱいありますからしっかりと支えていきたいと思います。改めて今回のさまざまな外交の動きにご尽力をされた政府関係者に私からも敬意とお疲れ様でしたと申し上げたいと思います。今日は15分ありがとうございました。